書簡を書く聖パウロ書簡、または手紙は、キリスト教の新約聖書の後半を占めるキリストの弟子たちが書いた手紙形式の文章をここでは言う。全体で21文書のうちパウロが書いた14の手紙をパウロ書簡、残りの7つの手紙を行動書簡と呼んでいる。パウロ書簡のうち、テモテへの手紙1.2、テトスへの手紙の3つの書簡を、 巻き会書簡と呼ぶ分類も行われている。古代エジプト、ギリシャ、ローマでは他人あるいは他のグループに宛てた書簡を持って、協議、主張を伝える習慣があった。新約聖書での書簡はその伝統に従っている。書簡の形式はおむね、導入部と本文のとでできている。導入部には簡単な挨拶があり、誰が誰に宛てた書簡であるかを記している。また、 自分の状況、相手の状況について簡単に触れている書簡もある。本文には書簡の著者の主張、すすめなどを記す。新約聖書の書簡は次の順序で掲載されている。新共同約聖書での名称を使う。キリスト教聖典にない外典に属する書簡も伝えられている。コリント・信徒のパウロにへの書簡などである。また、 ラオダケアの信徒への手紙などは失われた。聖典にはない使と恐怖の書簡も伝えられている。聖イグナティオスのトラレスの信徒への手紙などである。ガラテアの信徒への手紙を開けるキリスト教各派では、それぞれにより、新約聖書書簡を使っている。聖法教会のカトリックのミサ、聖公会などのプロテスタント保守派の礼拝では、改定共通聖書日課などに沿った書簡箇所が、 旧約聖書朗読、紙変更読みの後、福音書の前に朗読される。最近は、福音書以外は、信徒が朗読する。聖教会などを含む、東方教会では、英語、聖教会、スタディバイブル、教会スラブ語訳聖書、ロシア語、シノド聖書などの新約聖書は、聖法教会で使われる聖書と内容は同じであるが、礼拝に、福音書は朗読されても、 書簡の朗読は通常ない。ヨーロッパの中世には手紙を書くことが盛んになった。たくさんの手紙が伝えられている。ありがとうございます。